AR3 兄弟は日本の開発者であり、株式会社トルク所属の開発ユニットである。兄弟と関しているが、実際の兄弟ではない。ミシンメーカー重機株式会社在職中から、メーカー内外の広告、システム開発、特許発案、展示会プロデュースなどに関わる。2010年5月にオルターナティブデザインとして独立。その後、2013年、 佐渡ヶ島洋平らと共に株式会社トルクを設立。様々なメディアを通じて既存の枠にとらわれない新作の発明と発表を続けている。2010年1月には東のエデン劇場版アイザキング・オブ・エデンとのコラボで史上初の AR 舞台挨拶を行った。元、兄弟過去 AR13 兄弟公開オーディションで募集したメンバーが12人いる。また、 三男不在時、長女節子デラックスが、その代理を務めた。a r 三兄弟の企画書、川田ーム、東のエデンの世界を現実にした、2010年のよう、注目、a r 三兄弟って誰トルクウィズ a r 三兄弟自己紹介、先輩インタビュー、メンズプレシャスと a r 三兄弟が、コラボ自動認識で、コンテンツが立ち上がる AR アプリを、リリース。 アドバータイムズ、ありがとうございます。